こんにちは、アオライトです。ファイナルファンタジー7 G バイク実況続きやっていきたいと思います。今回やりたいのはミッションの方ですね。いつもイベントクエストで全然ミッションやってなかったので、そっちを進めていきたいと思います。じゃあミッションスタートで、やろうと思っているところはチャプター14ですね、のサンダーストーム戦。サンダーストーム、かっこいいね。ということで、まあ、どんな敵かわからないんですけど、まあ、やっていきましょう。はい。で、じゃあ見よう、エネミー情報。ほうほう、氷がダメで風が弱点。っていうことは、エアローを持っていけばいいのかな。エアロー、エアロー。エアロー、エアロー、あった。あとはもう一個。OK! で、武器なんですけど、風系でいきたいから、風系で強いのは何だろう、風切りの剣ですね。これで勝てるんじゃないか。風切りの剣を装備して、いざ行きましょう。さあ、ということでサンダーストーム、お顔が真っ黄色のサンダーストーム行きましょう。あんたに勝つよ、うん、ほら、あ、お顔は真っ黄色じゃなかったはい、ということでクラウド、かっこいい。さあ行きましょう。クラウド、あんたに俺は惚れました、うん。さあ行くよ。ってことで、あ、もうそこか、エアロ1個しか突き出てない。これはちょっと大誤算だ。やばいぞ、風切りの剣は。何、誰こいつ。ちっちゃいの、ジッシュ、ちっちゃいの。シソンなんとかって出てきたけど、そこから出してんのこいつ。おいおい。さあ、で、ここはサンダーストームでしょ。ほら、サンダーストームはあれですね、風系なので結構厄介ではないですね。ほら、で、弱点武器でいけばこんな感じ。えいっ。で、ここでシドも加わるので、これはもう勝ち確定ですね。せーの、はい、よいしょ。オッケー。やばい、あっけなさすぎたサンダーストーム。かっこいいよね、シド。はい、ということでクリアしましたね。さあクラウド、今回はどうでした？油断できない相手だった。あ、本当油断できなかったの。まあ確かにね、体黄色かったしね、油断できないよね。はい、ということで S ランクいただきました。さあ行こう。はい、ということでゴールドラッシュいきたいと思います。さあ何を狙おうかな。そしたら、サンダー欲しい。サンダー、オッケー、ナイス。ということで、報酬ゲットしました。いや、よかった。サンダーゲットできたよ。サンダーストーム、結構楽だったね。おっと、チャプタークリア。やったね。ということで、次のチャプター15に行けるみたいですね。まあ、ちょっと時間あるので、1回ぐらいやっていきたいと思います。ということで、まあ行きましょう。舞台ですね、今回のステージは。で、出てくる敵はファニーフェイス、アイスバーン。じゃあ火の装備でいきましょう。はい、ということで装備完了しました。ハードブレイカーにファイヤーつけまして、ハーディデイトゥナわかんない、うん、お装備、バイクで走らせたいと思います。久しぶりのバイク、さあ今回負けずにいけるかな。さあ行きましょう。でね、通常ミッションは意外とあれなんですよね。楽に倒せる時もあれば、敵が多すぎて無理っていう時もあるので、まあ、そこは気をつけていきながら行きましょう。さあクラウド、今回も見せてくれ。さあ行きましょう。はい、ということで敵を倒しながら目的地へ向かうということなので、敵はどこ。さあ、どんどん出てくる、出てくる。この敵たち硬い。ただ俺の目じゃないんで。あ、けどダメージ当てない。 OK。 お、何、なんかラッキー当たったっけよ今。で、あれなんですよね、やっぱりファイヤー系は1体ずつしかできないのがちょっと厄介。え、これどうやって受けんの。ただあれなんですよね、その子早かった、すげえ早かった、びっくり。
ファイヤー系はあれなんですよね、あの一発しか撃てない代わりにリロードが早いっていうことで連発で撃つことが可能っていうのがね見せどころやりどころなんじゃないでしょうか。そしてランクは C でした。もうショック。はい、ということでいきましょう。なんだこの黒い板、黒い箱、あれを狙おう。さあ行きましょう。ほい、あ、ずれた、黒い箱ずれた、残念。はい、ということで OK ですね。じゃあ次行きましょう。国道走行、ルート間違えたらしいね。ちょっとしたアトラクションだなって楽しんでるクラウド、まあそこを楽しんでもらいましょう。はい、じゃあエネミー情報も見ていきましょう。火が弱点ということはちょっと装備変えてきます。はい、ということで装備を変えてきました。フォースイーターにファイヤー2を、ファイヤーをね2つつけまして、ただファイヤー2にしようかな、ここレベル9なので。でファイヤーをつけまして、バイクはさっきと一緒です。でフォースイーターです。じゃあ行きましょう。まあ、フォースイーターはね結構攻撃力が高いので勝ちに行けるんじゃないでしょうか。はい、ということで敵を倒しながら目標地へ向かえということでね、今回の敵はあの全員がこれ弱点なんですよ。すげえ強い、やばい、ほらこんな感じでね、ほら、え、何これ、的当てやってるみたい。敵が近くに出てこない、ほらほら、え、燃えなかった、痛い痛い、誰誰、ボンボンやった人で、バーン、やっとけ。じゃあそしたらもうクリア。え、舞台ステージすっげー短いじゃん。これもしかしたら第2のボスまで行けちゃうかもしれないです。興味ない。おっと、レベルが上がりましたね。そしてクラウドのさっきの一言聞きましたか、興味ない。これはきっともう敵が雑魚すぎるっていうことなんじゃないでしょうか。まあしょうがないよ、クラウド我慢しよう、うん、さあ行きましょう。ゴールドラッシュ、せーの、はい、おう、これはいいですね。銀か、銀ね、結構使うんだよね銀は。はい、ということでじゃあ次山岳実地行きましょう。おう、で次の敵はウータイ兵らしいです。で弱点は雷なので雷装備でいきましょう。ということで装備を変えてきました。サンゴの剣の、まあサンゴの剣は雷属性でが結構出ているので、サンゴの剣プラスサンダーですね、さっき手に入れたサンダーを装備してきました。じゃあいきましょう。まあウータイ兵はね結構楽に倒せると思うよ。ちなみにユフィもウータイ出身ですね。なのでウータイの人たちってみんなあれなんですよ、和風わかんないですけど、なんか結構侍っぽい忍者っぽい形してるじゃないですか。うん、危ない、取り逃しちゃった。なのであの、あべべべべべべべ、何お前、まま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 、なん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 、やった、痛かった、もうもうもう、ちょっと今のはないよ、びっくりしたよ俺。これ範囲じゃん、めっちゃ範囲広いやん。これどうやってかわすの、どうやってかわすの、え、なにこれ、あ、撃つのね、なるほど、びっくり、あの範囲にいたら全部コイン食らうんだろうけど、まあ勝てるには勝てるんですね。あ、よし、ということでもうクリアだ、よかった。ちょっと歌い兵説明する間もなく終わってしまった。興味ないね。はい、ということでクリアしました。おお、ここも結構集まりますね、7。おお、結構ここあれじゃないですか、サンダーレベル上げに使えるんじゃないでしょうか。いいね、 OK。 はい、ということでゴールドラッシュ行きたいと思います。さあコバルト、あの黒い箱、あの黒い箱、はい、出た、この黒い箱一体何なんでしょうか。あれだよね、あの墨ある綴りとか言わないよね。せーの、カーボン光、カーボンって黒いんだ、へー。はい、ということで整備された国道行くみたいですね。次行きましょう。で弱点は氷なのであれを使えそうけど、なんか火も多いからどうしよう。はい、じゃあちょっと
装備変えていきます。はい、ということで装備を変えてきました。フォースイーターをつけ、ハーディリトナでいきましょう。で、マテリアはブリザードとファイヤーで、エネミーの両方を対策しています。さあ、行こう。まあ、今回の敵はね、結構サクサクいけるからもう、余裕でしょう。はい、ということでターゲットを倒せということで、4体とかすごい短いんじゃない？あ、やばい。あ、ブリザードじゃなくてファイヤー。そしてなんか負けんじゃない？やばい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 。危ない。あ、間違った。オッケー。で、飛んでる敵はいいんだよ。あ、こいつ。あ、そう。痛い。え？今。クラウドしたしなかった今。ちょっとクラウドさん、俺が弱いからって本当にすいません。次頑張ります。ごめんなさい。はいはい、ということでクラウドさんに怒られたので、もう本気でいきますよ。こっちはクラウドに怒られたんで、ね、もうへこんでますよ。俺はガチで怒ってる。よし行くぞ。もう許さんぞ。まず勝てんのか。来てやばい、もう食らってる。あ、でももう下がる。そうそうそう。やばい。オッケー。よっしゃ。ギリギリセーフ。勝った。ギリギリあと7秒だったよ。